どんなパソコン使ってんやんこの子。20何70。逆に俺も見に行くわ。すげえ。タペアラってやつらしい。タペアラ。でもいいっすね。3人乗りは強そう。ちょっとボドカさん後ろえぐい。後ろしか見えないこれ。ボドカさんと同じ世界を見ることができてない俺。これ壁張り付きができるらしいよな。ちょっとやってみていい？えぐ。えこれ落ちない？俺大丈夫？すげえ。すげえ。やっぱ飛行キャラ一匹は欲しいよな。やばい。ほら。うわこれやばい。やばいボドカさん怖い。これやばい。怖すぎ。わすげえ。俺落ちる。俺落ちるボドカさん。えぐえぐ。ちょっと一番後ろ。一番後ろやばいって。やべえ。これどこでも行けんのかな。えこれ休憩できてんのこれ。こいつはボドカさん。おすげえ。うんこれ休憩できるらしい。え最強じゃない？あ全部壊しきってからだよこれ。壊れるまで取れるよ。うわ。いいねいいねいいじゃん。いいね。うまいね。最初の人はいい方じゃん。でこの中にね行けるで。すごい。そうでこの中に鉄がね、ほら山ほどあるんだよ。やばい。でここの。ここ覚えときマジ。なんかグラフィックがこれやばくないですか。めっちゃ綺麗めっちゃ綺麗。グラフィックゴミすぎてちょっと、ね。えどういうこと。モザイクみたいな。どんなパソコン使ってんやんこの子。20何70。おい何年前の PC だよお前。20。俺4090だぞ俺のが。いいな。どういうこと。どうやってゲームしてんの。すごい2070。全然プレ2画質だけだから。これ今違う世界で見えてんだ今パルちゃんには。ここそうそう。あなんかごめん、なんか綺麗とか言ってごめんね。なんか俺なんかすごい。なるほどね。あそうなんだ。大丈夫これわかる。ここに鉄があるとか。あダメだ。もう今うちのリスナーとそっちのリスナーが画質を見比べてるよ。みんな2000の差だぞこれ。え見たい。見ようかな。いいよ見て。テラテラしてる。ちょ逆に俺も見に行くわ。おいやば。壁が絵の具。壁が絵の具だ。すごい。ちょっと待って、こんなに差出る水面。同じゲームなんだ。ちょっと絵の具すぎんそっち壁。マジでなんか絵画展かと思ったよ俺。だってボツボツしてるこの川だって。マジか。マジか。ずっとそれでやってんの。ずっと。いやさっそうこれじゃないとあんまり動けないからもう限界じゃねえかよおい。マジで味があっていいですよね。うん、まあ確かに味しか出てないな。こういうもんね、塩そんままぐらいあるもんね今味が。確かにだいぶしょっぱいよね。すごく美味しい。そうなんだ。これ大丈夫。あのさ0度耐えれる。確かに。ちょっと今日頑張って行ってみようかなって思ってるんですけど、このサーバーみんな0度に向けて頑張ってるけど別の何かと戦わないといけないのきつそうやな。確かに。行くか、鉄を納めに行くか。ありがとうございます。鉄を納めるか。はい、秒で集まりました。10個しか持てなかった。え何個。秒で集まりますね。10個。え、今鉄10個。ハドルが重すぎて鉄10個。ちょっと待って、え、今鉄10個しか持ってないの。10個しか持ってない。ちょっと待って、俺はね、今ね、200個持ってるよ、一応。何しに行ったん、君。何をしに行った。10個。他に何。ユニコーンのサドル取りに行った。じゃあ他に何を持っとる。ユニコーンのサドルそんな重ないわ。20キロくらいだろあれ。30キロ。あ石の矢が19キロしてる。何キロ持てるんだそれ今。ちょっとサドル取り100キロ。あれなんでだろう。キロか。10個。10個じゃあ納めに。何しに行ったんお前。なんで鉄取りに行って10個しか取れねえんだよ。10個しかないのにあんな動けなくなってたん。そう。まあでもこっからじゃない。このストリーマーサーバーでユニコーン見つけて、でこう知り合いとかがいっぱいできて、でプラスパソコンも見つけれて性能上がって、こっからいろんなゲームやっていく。もう完璧なストリーマー人生のいい物語じゃない。あれだよね、パルちゃんってストグラやってるよね確か。なんかファンタの配信見てたらいた気がする。いやいいね、おもろいやん。いろんなところからいろんな人来てるからね。やっぱこういうサーバーは
仲良くなれるしね。しかも今回の設定がだいぶ人と仲良くなれる設定ではあるからね。協力してレイドをどうにかするみたいな、めっちゃいいからね。これを機に俺も仲良くなりたいね。おもろそう、あの子。あ、プルルの親友そうなんだ。プルルの親友ってことは、いや、ちょっと怖、それだけでちょっと怖いわ。まともじゃない、もしかして。プルルと親友張れるやつは俺の中ではちょっとやばいかもしれない判定の中に入ってはくるね。あ、フナか。うわ、危なっ。おい、それ最初に言えよ。俺さっきそのコメント読んでたらクソ気まずかったやんけ。プルルと同僚なん？同期でフナカなんだ。同期のフナカってマジのフナカやん。それは義務フナカ？それ義務フナカ？ビジネスフナカなんだ。ならよかった。ガチフナカだったらお前気使わなあかんやん。仲悪いやつ同士の間にいるのが一番辛いんだから。人としてフナカゲーなんだね。ガチのフナカだったらマジ気まずいわ。あんな二人とも元気な子なのに、元気な子同士で嫌い合ってるってもうどんな神のいたずらだよ。プッサンを黙らせれる唯一の存在、すげえな。いろんな人が諦めてきたあのプッサンを、すごい子なんじゃないのか。じゃあスト6やらせるべ。スト6で殴り合わせるのが一番いいだろう。やっぱ上下関係決めるのは一番スト6が一番だよ。そう、やっぱリアルでボコボコにし合ったらあれになるから、スト6、PS2 スト2やらせよ。じゃあスト2、あいつスト6とか無理だろ。多分スト2までダウングレードするから、一番最初期のめちゃめちゃ強いダルシムとか使わせようぜ。ちなみにゲームセンスはどうなの、パルちゃんの。パルちゃんのゲームセンスはどうなの。一番うまいゲームって何なの、あの子の。ない。おい、ほぼプッサンじゃねえかよ。ふざけんなよ。